池野坊康子は、日本の元政治家。特定非営利活動法人、萌えも栗事長。公益財団法人日本、図撲協会評議委員会議長。学校法人岩き明城大学理事。特定非営利活動法人日本伝統文化、協会名誉顧問。第125代天皇、秋人の最重枚にあたる。夫は、稼働家の池野坊セ衆議院議員。 文部科学大臣政務官、衆議院文部科学委員長、文部科学副大臣、公明党女性委員会副委員長、衆議院青少年問題に関する特別委員長、財団法人日本漢字能力、検定協会理事長などを歴任した。1942年4月18日、旧林家の梅谷家に属する施策として、貴族院議員に選出されていた梅谷道虎の参助として、 東京府に生まれる。母、夏子が、孔順皇后の十枚であるため、国宮朝彦親王は、祖,祖父、国宮国彦王は王子にあたる。第125代天皇上皇昭人とその姉、池田敦子は、最受刑士にあたり、厚子の夫で、池田動物園元園長の池田流星も、最受刑にあたる。学習院初等科学習院女子中等科 学習院女子高等科を経て学習院、大学文学部国文学科に入学する。1961年に大学を中退し、1963年に、加藤、池の坊の家元、池の坊千恵と結婚した。夫、千恵との間に、長女、雪、次女、美香を設けている。結婚後は若くして、加藤家元の夫人となり、世界に、池花の名を広めた。 その後は、池野お茶の水学院学院長や財団法人、池野花同会理事、学校法人、池野学園理事長として、夫、千、英英 A を支えた。1984年、講談社の雑誌、ペントハウスジャパン1984年3月号で、セミヌード写真を披露する。1996年、新進党党首小沢一郎の要請を受けて、 第41回衆議院議員総選挙に、比例近畿ブロック名簿1位で立候補し、衆議院議員に初当選した。この選挙には1991年に、長女、ゆきと結婚した元大蔵省官僚の池野正まさしも大阪一区から立候補したが、時点で落選している。新新党回答時は、旧公明党の衆議院、グループ、新党平和に所属することを決意し、 1998年の公明党再結成にも参画する。当時の公明党内では唯一の総科学会会員ではない衆議院議員であった。議員時代は教育や科学技術、文化芸術などの文部科学分野で活動し、初代文部科学大臣政務官や衆議院文部科学委員長を務めたほか、第一次安倍内閣と福田康夫内閣では、 文部科学副大臣に任命された。公明党内では2008年から政界引退時まで当女性委員会副委員長や党、京都府本部顧問を務めた。2010年4月1日、財団法人日本漢字能力、検定協会理事長に就任する。しかし、右翼による会文書や外線者が出回ったことや、協会の運営方法をめぐって対立があったことから、 2011年3月5日に任期途中で解任された。2012年8月23日、京都府庁で記者会見を開き、政界からの引退を表明した。引退の理由について、精神的、体力的に厳しい年齢、若い世代にバトンタッチし、ノウハウや人脈を受け渡したいと述べるとともに、印象的な出来事として、 新進党の回答や児童虐待防止法の成立を挙げた。議員として最後の国会となった第180回国会では認定子ども園の拡充を導いたほか、衆参両院の委員会で提案理由説明を読み上げるなどして古典の非法案の成立に尽力した。同年10月、次女、美香が民主党公認候補として、 第23回参議院議員通常選挙に立候補することを表明したことを受け、自身のブログに私と娘は親子といえども別の人格です。私は山口さんが代表でいる限り永遠に公明党を愛し、公明党の議員です。どんな時にも私はブレずに公明党と共に歩んできたことを誇りにし、それは私の美学でもあるのですなどと綴った。 2013年4月、朝日大受賞を受賞する。同年9月、国際社会に貢献できる人材の育成を目的とする NPO 法人、萌駅を京都府に設立し、理事長に就任した。2014年1月、日本相撲協会の公益財団法人化に伴い、外部有識者として評議員を移植され、同協会評議員会議長に就任する。 春馬富士暴行問題2017年11月に、春馬富士による高野岩への暴行が発覚した際には、ワイドショーに出演して、暴力行為を絶対にあってはならないこととした上で、巡業中に起きた問題を協会へ報告しなかった高野岩の師匠、高野花に対し何かあったときは、理事長に報告する義務がある。速やかに報告していたら、理事長も、 対応の仕様もあったと思うと苦言を呈した。春馬富士が現役引退を表明すると、春馬富士が高野岩に目をかけていたことを明かしつつ、ただ、叩いたのは事実。その責任を横綱として取らないといけない。相撲を愛しているんですね。ないことないことを書かれ、協会、相撲の信頼を失わせる迷惑をかけてはいけない。その一途な思いなんですとの見解を示した。 さらに、高野岩さんと高野花さんが率直に真実を話していただければ、ここまでのことはなかったのではと思うと私は、非常に残念ですとも発言し、高野花の一連の対応に改めて疑問を呈した。政治家の年金未納問題が問題となった際、3年11、ヶ月分の年金未納が判明した。千景千納千秋戦勝千和千。 あきら戦造戦名戦将戦受け戦能、戦栄戦功戦功戦功、戦用戦功戦順戦意戦順戦、広島戦正し戦名戦成戦警戦意、戦英行き。ありがとうございます。